はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の逆関数丸1をお送りします。で、ここから逆関数のスタートです。で、最初なのでポイントがあります。で、ポイントの中も踏まえて全部で5問問題がありますので、まず1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、ちょっとね、確認してもらって分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとね、まあ聞いてるみんなあんま違和感ないかもしれないんですけど、自分喉が今痛くてですね、若干声が変なんですけど、まあ気にしないで聞いてください。ではまずポイントですね。で、この部分はちょっと噛み砕いて説明していきます。まあ分かる方はすんなり分かるかもしれないんですけど、ちょっと砕きますね。で、まず書いてある通りに読んでいくと、関数 y イコール fx という関数があります。で、x と y を入れ替えて得られる関数、つまりシンプルに x と y を入れ替えると思ってください。で、それで得られる関数、まあ y イコール gx と今置いてありますけど、そんな気にしなくていいです。入れ替えたものはね、それを y イコール fx の逆関数と言って、y イコールほにゃららで表すと。で、これを f でマイナス1乗みたいな書き方をして、x をつける。これで逆関数を表すことができます。いいかな？で、これ読み方なんですけど、一応 f インバース x と言います。インバースです。書いておこうか。ちょっとここでごめんね。インバース x。俺、昔先生で f-1x って読んでる人もいましたけどね。まあ楽だし、まあ別にそれでいいかなと思っちゃうんですけど、わかれば。まあ正しくは f インバース x。だそうです。だそうですって言い方しちゃったよ。ね、となります。で、まずここまで確認です。ひとまず、関数っていうのは、もうみんなね、ずーっと普通に使ってきてるんで、あまり意識をするとこじゃないんですけど、関数っていうのは、x に一つ値を決めます。例えば x を5にします。その時に y が2に決まる。そうすると5の2っていう座標を通るグラフになるわけですけど、これが関数なんです。で、何が言いたいかっていうと、例えば、x を5って決めたのに、y が2になったり、もしくは y がマイナス3になる時もありますよ、みたいな。一つに決まんなかったら関数っていうことはできません。だから、まあ、そこを意識しなくてもいいんですけど、まあ、こうやって1対1の対応をしてると。ごめんね、x と y が。で、その数字を逆にしたものを f インバース x、逆関数って言いますよって。ごめんね。で、その一般にね、元々の関数、こいつ fx と逆関数、f インバース x、この2つっていうのは、定義域とほにゃららが入れ替わります。まあ、片方定義域って言ってるんで、まあ、もう一個はあれだろう、つうことで、これは地域が入ります。まあ、x の範囲と y の範囲ですね。それが入れ替わるんです。丸々数字が。まあ、x とは入れ替えてるからね。で、グラフにも特徴があって、この二つのグラフ、y イコール x っていう、まあ、原点通って、まあ、これ右上がり、綺麗な右上がりをしていく。y イコール x に関して必ず対称になります。という特徴があるので、これ覚えておいてください。ではね、下の2問やっていきましょう。で、逆関数求めます。あとは定義と地域を求めたいので、この2つに関しては、さっき言ったように入れ替えるだけなんですよ。で、まず x は、こっちね、定義域書いてあるので、地域出しちゃいましょう。セットでね。ちょ、書いておきます。地域を出すと、これはもうね、直線なので、マイナス1を代入すると、これは8になります。4を代入するとマイナス2になります。だから、間違っても8とマイナス2って書かないでね。マイナス2から8までと。地域はね。で、最後にこれ入れ替えればいいだけだから。まず出しておきます。で、こっちの逆関数の求め方なんですけど、これも結局、x と y を入れ替えたいので、この元々の式を x イコールに直してください。つまり、ちょっとね、改造していくと、まあ、移行してね。やっていくと、まず、まあ、移行した時ね、こうなる。で、両辺を2で割ると、x イコールマイナス2分の1、y プラス3とこうなります。で、x イコールまで持っていけたら、この x と y を入れ替えてください。そうすると、答えは、y イコールマイナス2分の1、x プラス3と、これが逆関数の求め方。ただ本当に式を鳴らしてというか変形して入れ替えるだけで OK です。非常にやりやすい。
で、この定義域、定義域と値域の方は、定義域がまあ x の範囲なんだけど、もともと y のやつを書けばいいので、マイナス2から8まで。で、値域の方ももともと x のやつ。それを y に書き換えればいいので、これあれだね、こっちまで伸ばさないとだね。これで終了となります。で、2番なんですが、これはですね、もともと定義域が書いてないんです。でもルート使ってるんで定義域が発生します。いいかな。だからそれをまあ見つけに行くと。ごめん、ちょっと虫が飛んでたね。ごめんね、映ってたらごめん。で、やっていくと、まず、まあこれ、考えたら、グラフを書いてもいいんですけど、ルートの中は負になれないですよね。つまり、これ、2を入れるとちょうど0なんですよ。で、2より大きくなってしまうと、これ、マイナスになっちゃうんですよ。2マイナス3とかなっちゃうとダメでしょ。だから、x は2より小さい、まあ2以下か、になんなきゃいけないっていうとこ、まあルートの中身だけ見て、こう判断してもいいかなと思います。ただ、まあ前にね、このグラフを書くのはやってるので、ちょっとグラフも書いてみましょうか。右側、ギリ入るかな。ちょっとちっちゃいですけど、この辺まで、あ、ギリギリだね。まあ少し前に勉強したやつですね。ルートの、まあ、マイナスマイナス x になるので、ごめんよ。で、ルートの中身、イコール0を解くと x は2です。つまり、グラフとしては2スタート。まあ平行移動してるんだけどね、本当はね。で、マイナスマイナス x っていうのが基準になるので、左下に伸びていきます。左下にね。あ、つまり、こういう感じ。グラフとしてはね。っていうのを考えれば、このグラフだから、x は2以下だよね。あっちは取らないから。2以下ってことがわかるし、y も負のとこしかありませんよね。正の部分1個もグラフないから。だから、0以下だなって。いうのがすぐわかります。グラフを使えばね。まあ、グラフを使わなくても、このね、ルートの中身で x が2以下ってことがわかる。で、ここがマイナスこうなってる。で、ここが負にならないから、だから0以下。絶対マイナスしか y 取らないよね。っていう風にやってももちろん構いません。どっちでも OK。で、あとはこいつを x イコールに直していきます。で、まずルート邪魔なので、両辺2乗しちゃいましょう。で、y 2乗。で、こっち2乗するとルート外れる。プラス、このマイナス2乗することで消えてしまうので、こうなります。2マイナス x。そうすれば、あとはもうね、移行すれば、x イコール、まあ本当は2、まあいっか。マイナス y2 乗。プラス2とこうなります。いいかな。で、あとは y と x 入れ替えて答え。y イコールマイナス x2 乗プラス2と。で、定義域はもともと y の使えばいいから、x は0以下。で、値域の方がもともとの x の使えばいいんで、y は2以下と。これで終了となります。で、この2番ちょっとおまけで少し説明していいですか？さっき、あとポイントでやったグラフが y イコール x に関して対称というのをやりました。で、せっかくなので、ちょっとこいつのグラフ書かせてください。で、こいつはですね、普通に今2次関数です。カーブね。で、マイナス x2 乗なんで上に凸の、こういうカーブなんですけど、ただ、プラス2がくっついてるので、原点から上に2平行移動します。つまり、ここを通る。2ね。で、本当は、こうなります。上に凸の。なんだけど、x が負のとこしか取らないんですよ。0以下。つまり、こっから右はこれ書けません。つまり、こういう風な、感じのグラフになる。で、自分がね、俺がフリーハンドで書いてるので、若干ね、しっくり来ないとこあると思うんですけど、この青と赤のグラフっていうのは、この y イコール x、この斜めの線、に関して対称になってる。必ずね。だから、こうやって今なってるんですけど。っていう特徴がありますので、まあ、その辺もね、頭の片隅に置いといてください。まあ、問題自体は解くのね、すごくシンプルでやりやすいんでね、まあ、こんな感じでお願いします。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。NGC がわりかしね、好評で毎回やってくださいなんていう方もいらっしゃったんですけど、確かに毎回 NG 出るんですよ。今回もテイク7なんで。ただね、またこう、
たまーにこう出す感じでやっていこうと思います。はい、ということでまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。